運行終了時点での車両橋本駅、循環ミニバスは、かつて、福岡県福岡市西区の福岡市地下鉄、七熊線橋本駅と周辺の野方、橋本地区を結んで運行されていた、公共交通である。橋本駅を拠点に、周辺地区を循環して運行する路線で、野方地区南部の丘陵地の住宅地を経由するルートとなっている。また、 西鉄バス駅営業所や橋本駅周辺の病院なども経由する。駅、駅東、駅南、金の4小学校航空自治協議会が中心となって、組織する金駅ブロックまちづくり協議会が実施主体となり、沿線の病院、商業施設などが協賛する。社会実験開始当初は西日本鉄道が運行していたが、後に、 同社の子会社の福岡西鉄タクシーによる運行となった。道路線は福岡市生活交通条例の適用対象ではなく、福岡市による補助は行われていない。社会実験開始当初の A ルート最初の社会実験開始時には、橋本駅の北西にある駅団地を経由するルート A と、野方地区南部の丘陵部の住宅地を経由するルート B の2路線が設定された。 いずれも一方方向のみの循環、平日は7時台から19時台まで、土日祝日は8時台から18時台までの運行で、ルート A は平日24本、土日祝日13本の運行で所要時間13分、ルート B は平日27本、土日祝日13本の運行であった。運賃は200円均一で、にもかや交通用福祉 IC カードは、 利用可能であったが、西鉄バスの定期券は、乗り放題定期券も含めて、利用不可能であった。車両は、ルート A の平日には、他路線から転用された三菱ー座が、ルート A の土日祝日とルート B には、新車として導入されたトヨテハイエースコミューターが、使用された。2012年1月28日に、社会実験を終了し、運行終了した。 社会実験の結果を踏まえ、近、行きブロック町づくり協議会との協議により、運行開始した新路線である。社会実験時と異なり一路線で、行き団地は経由せず行き末大経由となり、西鉄バス行き営業所、商店街、郵便局、医療、福祉施設の利用を考慮した経路となっている。そのため、運行距離も長くなり、一周の所要時間も十七分と、 なった。全便が左回りの一方方向の循環となっている。また、沿線の病院や商業施設からの協賛を得ている。平日、土日、祝日ともに共通のダイヤとなり、7時台から19時台まで13本での運行であった。運賃は区間により160円、または170円となり、にもかのほか、西鉄バスの定期券や、 乗り放題乗車券も利用可能となった。車両は社会実験時に導入したハイエースを再度使用した。当初は2014年5月31日までの期間限定運行の予定で2度にわたり運行期間が延長されたが2014年9月30日限りで運行終了した。2015年12月7日に沿線の医療施設や 商業施設などの広告協賛を得て運行を再開した。路線自体は前回の試行運行時の路線をほぼ踏襲するが前回の試行運行時と異なり、左回りの A ルートは朝のみの運行となり、昼間以降の便は右回りの B ルートとなった。また、野方大団地発着の C ルートと D ルートが設定された。平日、土日、祝日ともに、 共通のダイヤで、おおむね1時間間隔での運行であるが、8時台から18時台までの運行となり、運行本数は11本に減便されている。8時台の始発便が、D ルート、9時台と10時台の2本が、A ルート、11時台、12時台、14から17時台の、計6本が、B ルート、13時台と18時台の最終便の2本が C、C ルートである。 年末年始は運休となる。運賃は170円均一。にもかのほか西鉄バスの定期券や乗り放題乗車券も利用可能だが2016年6月より発売された福岡市内1日フリー乗車券は利用できない。車両は社会実験時及び前回の試行運行で使用されたハイエースを福岡西鉄タクシーに譲渡し再度使用している。 2016年の運行終了後ダイヤ改正を実施した。2017年運行開始日よりダイヤ改正を実施。野方地区南西部の野方大公園周辺をめぐるルートに変更されたほか、野方大団地発着の便はなくなり、始発便を除く全便が循環運行となった。おおむね1時間に1本の運行であるが、最終便の発車時刻が繰り上げられ、 運行本数は10本となった。主な改正内容については遠隔を参照。既存に私鉄バス路線との重複をほぼ避けたルートとなり、大型バスの走行できない、京愛路の区間が増えた。橋本駅循環ミニバスの試行運行再開について福岡市住宅都市局都市計画部、公共交通推進課、2015年11月30日。 AB 平成29年度第2回福岡市地域公共交通会議ピアニッシモ4から9橋本駅循環バスを期間限定で運行します。西日本鉄道ニュースリリース2011年10月19日地域と公共交通をつなぐ新たなミニバス橋本駅循環ミニバス西日本鉄道ニュースリリース2013年11月15日 橋本駅循環ミニバス再開へ向けてのラストン、行き南航空自治協議会ブログ、2014年10月1日、地域と公共交通をつなぐ循環バス、橋本駅循環ミニバス、西日本鉄道ニュースリリース、2015年11月30日、報告に、西区橋本地区における地域循環バスの試行運行について、ありがとうございます。